しよう、不安だ。結構久しぶりだから半年ぶりとか気がする。じゃあ私が最近ハマっているグミです。いただきます。うまっ。これ本当になんかマシュマロとグミの間って感じで、ギュッともちっとって書いてある。本当にそんな感じ、ギュッともちっとしてる。これはおすすめです。私のもうあんまりないんですけど、あとこれのグレープ味もあった。それもちょっと気になる。おすすめ。お昼ご飯は食べました。あ、そう、今日なんか僕夏公演初めて出る子が多すぎて、一緒にちょっと緊張っていうか、みんなどんな子なんだろうって感じ。なんか本当に喋ったことのない子がいっぱいいるので楽しみです。今日公園行くで、待ってます。夏公園本当に久しぶり、もう久しぶりしか出てこない、久しぶりすぎて。だって秋とかに、秋とか10月11月にやってた感じがするから、もう半年以上ぶりかもしれない、もしかすると。仲良くないの？うん、なんか仲良くない、そもそもなんか仲良くない以前に喋ったことがないです。だからもう仲も何も初めて、初対面って感じ。本当に本当にこれは別になんか仲悪くはない、悪いわけじゃない。そこまで関わったことがないんですよマジで。なんかレッスンも全然一緒になんないし、そもそも同じステージに立ったことがまずあんまりなくて、何も知らない状況だから。初めまして、ちょっと自己紹介から始めよう、挨拶から始めてきますね。誰だっけ、かゆよんさんとゆいりーさんとズッキーはもう話したことあるし、劇場も何回も一緒に出てるけど、それ以外のメンバーは多分本当に今日初めて話す、ちゃんと。でも私はちょっと仲良くなりたいので頑張ってコミュニケーションを取ってこようと思います。吉橋ちゃんとかも初めて会う
あ、会うじゃない、初めて同じ劇場に立つ。どんな子なんだろう。多田京香ちゃんもうあんまり話したことないかな。この前ズッキーと仕事が同じ時に楽屋がね隣だったので、その時にズッキーといっぱいおしゃべりした。ズッキーは結構ね喋ります。未だに話したことないメンバーいるんだ。全然なんかその挨拶とかはもちろんこうすれ違った時にしたりはするけど、なんだろう、仕事が一緒になったりとかしないとなかなかね、この劇場とか一緒に出たら割とでも仲良くなれるから、話すきっかけが少ない、話すきっかけ少ないから難しいね。同じ学校だけどクラス違う的な、そう、そんな感じかな。こんな感じ。てか髪型どうしよう。今日この前はなんかサイドポニーにして、今日は何にしようかな、まだ決めてないけど、ちょっと考えたいと思います。地球グミってやつ食べてみたいんだよね。映像倉庫で神奈川ファイナル見てみます。あ、そうだよね。映像倉庫にもう入ってるらしいんで見たい。食べたい。どんな味するんだろう。中にはブルーベリーのジャムが入ってるって書いてあったから、私の予想だとソーダとブルーベリー味。テニスボールグミもあんの？そんなのあるの？ちょっと気になる。
秋冬物のスペース予約始まったよ、よろしければ買ってくださいってことですか。私はでもノースフェイスのなんかめっちゃ分厚いジャケット買ったんですよ。めっちゃ高かった、7万円、8万円ぐらいしました。でも可愛いと思って、しかもあったかいから買っちゃいました。え、サッカーボールもあるの？千葉のスタバまだ飲んでない。ソーダ味の方を食べてみたいかな。ソーダ味、これにソーダ味ってある？なんか私が見た時はブルー、あ違う、グレープとこのレモンスカッシュ味しかなくて、ちょっと迷ったけどレモンスカッシュにしようと思って、その時の気分だった。そう、高いけどね、いいんですよ。なんかずっと使えるかなと思って買いました。今日競り会場に美白じゃね。そうですか。でもなんか私色さ白いかもしれない、最近になって気づいたんですけど、ちっちゃい時は、小学生とか中学生の時はもう真っ黒だったの。真っ黒で、で外で遊ぶのも好きだったし、なんかあんまりその日焼け対策、あでも塗ってたかな、あ頻繁には塗ってなくて、で海とかもめっちゃ行ってたから、海プール本当に黒かったの。でも8に入ってから、まあ、気をつけるようになって、でまあでもそんなにセリカほどは気をつけてないけど、まあなるべくこう家出るときは日焼け止め塗ったりしてたら、なんかすごい白くなって、え私って白かったんだって気づいた。そう、昔本当に真っ黒だった。でセリカはもうねレベルが違う。なんかまず日焼け止め多分塗ってて、その後になんか上からこういう日焼けの、まあでも私は持ってるんだけど、そんなになんか歩く時はつけてなくて、こういう手袋みたいなのつけて、さらにその上からちょっとパーカーを着て帽子をかぶって、なんか首も焼けないようにすごいんですよ。もともとね白いから、そういうなんかあんまり日焼けすると肌にも良くないのかもしれないけど、あ日焼け止め、飲む日焼け止めも使ってるのかな、すごだとしたらコンプリートじゃん、コンプリートだ。いやでもあそこまで白かったらもう守ってほしい。セリカが黒いセリカとか見たくないもん。ちょっと見てみたいかもしれない。セリカちゃん髪色ピンク時お人形さんかと思った。でもセリカいつ見てもお人形だと思ってる、本当にすごい可愛い。でも私セリカ髪短い方が好きなんだよね、今ぐらいの短さの方が好き。ちょっと見たいよね黒いセリカ。
今日のブルーの服も素敵。これは紫かな、なんかわかんない、私なんか色彩感覚がちょっと人と違うのかもしれないっていうくらい、なんか青と紫とか黄色と黄緑とかよくなんか、え、これ違うよって言われるんですけど、これは紫で合ってますか？結構言われる。ちょっとさ違うのかなって思っちゃう。なんか色って分かんないじゃん、自分じゃないと。まあでも微妙なラインだよね。めっちゃ紫ってわけでもないし、まあなんかくすみ系の紫みたいな。あ、紫見える。お、ってことは紫か。これはだから、まあ私はちょっと捉え方によって違うからね。青信号も黄緑だし、もうなんか青信号はさ、なんか黄緑でも青って言うよね。もう昔から青になったら確かになんか緑でよかったって思うけどね。なんで青にしたんだ、青信号って。ニューヨークヤンキースじゃなくて、これは七瀬吉川です。七瀬吉川、来月ボディービルの大会出ます、応援してください。だって頑張って、みんなも応援しよう、頑張って。ボディービルすごいね、ムキムキマッチョってこと。そう、七瀬よしか、なんかさボディービルのさ声かけ面白いよね。なんだっけ、なんか前さすごい面白いのあった、夜更かしかなんかでやってたのかな、ちょっとやってみたくなる。あれすごいんだよね、最近。最近なのか昔からなのかわかんないけどさ、例えがさすごいの。なんだっけ、なんか見たんだよね、忘れちゃった。探偵ナイトスクープで見たことある、探偵ナイトスクープ、パパが大好きなやつ。あ、今できないのか、コロナの影響で。そっか、そう、こっちでは探偵ナイトスクープやってないんですけど、なんかで見てる。あの関西の方ですよね、多分元は関西テレビかなんかで。
ABC テレビ。うん、ちょっと今日はドボンをやろうと思って、みんなできますか、ドボン配信。最近あのちょっとショールームでやってなかったのでやろうかなと思って、でも気づいたんです、ちょっと近くにあの時計がなくて、多分あの時計でいけると思うんですけど、とりあえず一回やってみる。時計がねないんです、だからできないかな、ちょっとできないかもしれない、時間合わせなしで絶対無理。無謀すぎるね、それは。でもちょっとじゃあ、時計ありました。じゃあドボンをしたいと思います。じゃあ最初は1時5分にぴったりにやります。あ、時計ありました、見つかった。1時5分、ちょっと忙しくてできない人も多いと思うんですけど、いや本当この時間ねめちゃくちゃ忙しいと思いますよ。1時5分、やっほー、ヤバタニエン。そう、ヤバタニエンのねスタンプが登場したので使ってます。ヤバタニエン、うわ負ける気がする、負けちゃった。よし、じゃあ次は1時7分、7分でやります。7分、
こんにちは。本当にやばい。飛ばされた。強い。終わってしまった。じゃあ次は、あ、8分間に合わない。1時8分30秒でやります。早く終わっちゃった。今日は何回勝てるかな。私何分からショールームしてるかな。10、12時、40分。ありがとう。さあ、色を変えます。やばい、あと1枚。ピエンピエン、やばい、もうみんなと1枚だ。終わっちゃうかもしれない。やったー。絶対絶対さ、私勝たせてくれた今。優しい、ありがとう。次は1時10分30秒。間に合わないかな。でもいっぱいやった方がいいよね。ごめんね、ドロー2。はぁ、ドボン来ました。ドボン来たぜ。次は1時12分00で。やっぱドボンしたら気持ちいいね。こんにちは。この前スタッフさんがさ、
ったったって見せてきた。どなせしーちゃんのママともよく当たる。メンバーいないかな、今メンバーいないかな。やばい、これはいい波乗ってるよ。次は1時13分30秒ちょっといっぱいやってくね。今日はもうすぐやってくね。でみんな始まってる時間一緒なわけじゃないしね。1時13分30秒間に合わなかったかな。ドボンしたらすごくない？次も。怖い。このなんかちょっとさ時間が空くとき怖い。パスパスパス。分かっちゃった。みんなもやってね。次は1時15分45秒、ちょっと刻みます。1時15分45秒、1時15分45秒。こんにちは。勝ちに行こう。やばい、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 ドローすぎ。やばい、やばい、やばい。ちょっとダントツ負けてる。悔しい。悔しい、悔しい、悔しい。やばい。大逆襲してやる、大逆襲。私も。
って危な。あーもう無理だ、勝てないわ。大逆襲も何も。え？あ、なんか人狼ゲームみたいなのやりたい。カードゲームで。終わらへん。ダメだもん。パスしまくりたい。負け角。負け角だ。だいたい8出たときさ、他の人が8出したときさ、なんか自分の持ってる色じゃないやつちゃんとやってくるよね。はい、終わった。よし、じゃあ次は1時19分30秒よし、頑張ろう。チェイ。ドボンしたいな。やばい、負けそう。おお、私も出せないけど。おおい、ダメだ、全然ないわ、もう無理だ、諦めるって思わせといて勝つから。もうダメ、あもう無理、あもうダメって思わせといての大逆襲。しんちゃんバレた？やっぱひなこにはかなわないね。勝てそう。あ、やばいやばい、全然終わんない。ごめんなさい。1枚。ダ
ダメだわ、マジで勝てない。あと1枚です。みんなもう終わってる？黄色はないっつーの。あ、やった、上がり、一番で上がれました。じゃあ次は、1時23分45秒でやります。45秒、間に合うかしら皆さん。こんにちは。なるほどね。スキップ、ほらクローバーないんだよ。今クローバー出されたけどさ、クローバーないよ私には。なんでわかるの？もしかして透けて見えてんのかな。それはね、ちょっとさすがに訴えるわ。そんなズルしてゲームしてるなんて。ガス爆発、ガスガス爆発。透けて見えてるの？やめてよ。ガスガス爆発、ガスガス爆発、ガスガスバスガス爆発って言わないで、バスがス爆発って言うと言いやすいらしいです。友達が教えてくれた。バスが巣爆発、ドボン、やった、よっしゃ、やった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 、ドボン来ました、ありがとうございます。じゃあ続いては、1時30分00にします。間に合わないかな。1時30分、1時30分間に合わなかったらごめん。あ、間違えた、なぜ1時30分って1時26分の間違いでした、ごめんなさい。誰もいません、ちょっと頭おかしくなってきた。ごめんみんな。じゃあ次はこれが終わったら考えます。あ、間違えて A 出しちゃった最初に。
い、ドボン、はい、終わりです、ありがとうございます。ということで1時28分にします。1時28分突然5分後は受ける。1時28分00、よし、ん、私のファンいない気がする。私のファンですよね、もちろん。たまたま違うこのあれにしただけで私のファンです、これは。はい、今日たまたま違うこの別にしちゃっただけだ。そういうことか。あ、ドボン。やった。ごめん、絶対声大きかった今。イヤホンしてた人、うわってなったと思う。ごめん。絶対やばかった。自分の耳も痛かったもん今。低い声でよかったもの。じゃあ次は1時29分45秒、45秒、1時29分45秒。いつも声大きいから大丈夫。本当？よかった。どうかな。お、よさげ。色変えたら買い返された。そんなことある？そんな連続で8出ることある？あ、あと1枚。頑張れー。はい、待って待って、ありえないありえない。ヤバタニエー、ちょっと待って、ドロースリーさ3枚ぐらい来たんだけど今一気に。これはヤバタニエンでしょ、普通に考えて。 3×3 は9ですよ。でもいい感じ。ああ。さあ来い、さあ来い。ちょっとね、そろそろ裏技知りたいな、ドボンの。ハート来い。全然ないよ。あった、やった、ドボン。やばい、今日めっちゃドボンできる。
けて見えるのズルって怒ってたくせに裏技かよ。裏技とズルは違うもん。裏技はちゃんとした技でもズルはズル。攻略本なんてないよ。あるの？じゃあ次は32分50秒ちょっと刻みます。32分50秒でやります。ちょっとその方がみんなできると思うので50秒でやります。ないんかい。そう、私はわがままです。え、みんな七瀬のやつ持ってる。今私ドボン3連続上がり中。え、すごいじゃん。それはね、結構もうマスターだよ。ドボンマスター間違えた。K 出せばよかった。5にしちゃった。ないよ。フローバーは6連続ドボンがマックスだった。え、すごくないそれ。え、ちょっと待って、みんなからのドロー 2×3 が来たな今多分。つらぽよ、これはつらぽよ。はあ、おお、加藤頑張って。3、すごく終わらない。強いよみんな。あと3回ぐらいできるかな。ドボン上がられちゃった。悔しくてスマホ投げたことありますか？ないです。スマホは投げません絶対に。今日の湿度は 54% 合ってるのかなこれ。で次は36分あ無理かな、間に合わないかな。とりあえず36分でやります。間に合わなそう、ごめん、多分間に合わなかった気がするみんな。次はじゃあまた無理でした？さすがに。ごめん、じゃあちょっと待ってね。緑クローバーにします。はあ、はあ、リバース。よし、ドロスリーオッケー。リバース、リバース、ススススス
すごいすごい、なんかすごいペンライトが出てきた。よし、そうそう、はあ、ドボン。よし、それでは12秒ぐらいタイムラグがありますってことは、じゃあ38分30秒、1時38分30秒でやります。これだったらいけるね、これだったらいけますね。今日ついてるわ、今日よきよき。おお、やっほー、みんなリバース、しちゃったもん。しゃ。いやいやいや。ということで、次は39分45秒でやります。すごくない今日。勝率めちゃくちゃいいよ。びっくりするぐらい。ダイヤはないって。負けちゃった。じゃあ最後の試合します。最後はじゃあ41分15秒、41分15秒、これがラストの試合です。ありがとう、いちいち書いてくれてありがとう、助かります。ありがとう、楽しい時間でした。こちらこそ。あ、ドボンされた。ってことで皆さんありがとうございました。ありがとう、見てくれて。じゃあランキングを読みます。
13位は秋彦さん、ありがとうございます。12位は鉄男殺傷し真っ黒子供七瀬を見せてください。アンタマーク7連続どういうことですか、ありがとうございます。11位は幻さん、ありがとうございます。10位はキャナヤットマーク7連者さん、ありがとうございます。9位は YSA73 アットマーク、七瀬が選抜に出る日が来ることを願っています、ありがとうございます。8位はヌーマーアットマーク、そろそろ生誕 T 届くみたい、7連者さん、ありがとうございます。7位はドングリッコアットマーク、劇場行きます、ありがとう、待ってます。6位は島アットマーク、7連者さん、ありがとうございます。5位はパンダアットマーク、7連者さん、ありがとうございます。4位はごっちゃんアットマーク、7連者小関ランチャーマシさん、ありがとうございます。3位はアイドル好きさん、ありがとうございます。2位はノリアとマークダンコ7連者さん、ありがとうございます。1位は鍋公式アとマーク7連者さん、ありがとうございます。じゃあ最後にいつものします。はい、みんな私をミルフィーユー、バイバーイ、また後で劇場公演で会いましょう、バイバーイ。